皆さんこんにちは。こんにちは。早いもので、はい、11月も最終ですね。そうですね、最終のご案内となってしまいまして、はい、ね、あと2ヶ月とかって言ったらだんだんカウントダウンされて、うん、そうですね、もういよいよします。はい、早いですね。早いですね。もうね、結構いろんなところ行くと、うん、大きなクリスマスツリーが飾られていたりとかね、はい、うん、こう店内の装飾もクリスマスだったり、はい、いろいろですね。なんかこういくつになってもこの時期はなんかこう盛り上がりますね、うん、そうですね。気持ちがなんか高揚するっていうんでしょうかね、うんうん、やっぱクリスマスはいいですね。いいですね。いくつになっても素敵です、うん、ね、はい、で今年はね、うん、どんな寒さがね、そうですね、ちょっと11月がね、あの例年と比べて結構寒さが厳しかったんで、はい、1月だと暖かくなっていいですね。そうですね。まあここね、あの 2、3 日はちょっと気温の方も緩むようですけれども、はいはい、でもまだまだね厳しい寒さが待ってますので、はい、皆さん体調気をつけて。そうですね、はい、この時はね、あったかい飲み物をね、うん、私なんかよく蜂蜜入れたりとか、はい、喉を大事にしたりとかね。あとこう朝一番ね、こう起きがけにこう店長がこう白湯をね、はい、入れてくれるんですけど、こう体がね、あの芯からね、うん、温まって、はい、非常になんかいい一日のスタートが切れるっていうかね、はい、体の調子もいいですよね。でね、うん、まあ、そんなちょっとしたね、うん、一工夫も大切ですね、はい、そうですね、はい、ということでね、今月11月最後は何を皆さんにご紹介させていただきますか。はい、お待たせいたしました。はい、サチコギンさんの、コースターマットと、はい、ピンクッション、はい、面白いですね。そうですね。とあと北欧の布と、はい、どちらも大変ご好評いただいて、はい、大人気でございます、はい、これからちょっと寒い時にね、うん、あのポットをちょっと置く、はい、マットとか、うん、カップをちょっと置く、はい、コースターと、あとやはりね、この寒い中お部屋でチクチクするためにね、うん、ね、あのそういうちょっとしたピンクッションで脇役ですけどもね、でもそんな可愛いものもね、うん、あのそんな脇役だけども可愛いとまたテンション上がりますよね。そういったものをご紹介させていただきたいと思いますので、はい、はい、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ということで、はい、はい、じゃあ最後さん、はい、素敵ですね。こう布一枚こうテーブルに添えるだけでね、すごいアクセントになってね、ね、素敵ですよね、はい、会話も盛り上がりますね。盛り上がりますね、はい、はい、まあ、最初はこんな感じ、こんな感じ、素敵ですね。で、裏がこういう感じ、はい、このコイン刺しのこのパターンもね、いろいろございましてね、はい、あの伝統柄からオリジナルのアレンジとかね、はい、いろいろございますのでね、はい、大変ですよね、これ、ね、一人一人ってもね、コギンさん尊敬しております。はい、置くとどんな感じになりますかね。そうですね、まあこんな感じで、まあこういうポットですね、こういうふうに置いていただいて、はい、まあコースター代わりにもね、はい、あのありますんで、こういう感じで、はい、ね、こうお友達とね、うん、こう揃えてもいいですよね。いいです。あとご夫婦とかね、はい、はい、あとマイポットコースターとして、そうですね、一人時間を楽しむときにもいいですね、うん、僕だったらね、わざわざこう出してきてね、こうなんかこういろいろイメージ膨らませて楽しんじゃいますね、こういう時間ね、はい、はい、はい、と次はこうですね、はい、はい、はい、と今度もう一つ、赤シリーズですね。赤のローズ、こちらも人気ですよね。また見合っていいですね、赤もね。はい、この生地パターンとその小人雑をどういうパターンを合わせるかっていうのは本当に見事っていうか ね、 ね、素敵、一つ一つが違ってオリジナルでね、はい、はい、はい、こちら、ここで服ついてます。ついてますのでね、はい、インテリアにもいいですね。いいですね。はい、あのキッチンちょっとかけておくだけでも可愛いです。可愛いですね。はい、次にピンクッション、はい、はい、ご紹介したいと思います。と
形がこういう四角いのと、はいはい、あとは長方形っていうんでしょうかね、はい、2種類ございます、はい、これにこの生地を合わせたんですね。ね、素敵ですね、はい、どちらも、うん、とても希少な生地です。そうなんです、はい。でこちらが長方形、これも可愛いですね。これ合わせたんですね。ねなるほど ね、 ね、はい。ということで小銀さんの作品は以上でしょうか、ね、はい、そうですね、はいはい、なんかどれも素敵だなって、はい、ちょっと心が温かいくなるような作品ばかりですね、うん、ですね、はい、ね、あのどちらも一点物となりますのでね、はい、あの早めにチェックしていただけたら嬉しいです。はい、はい、私もどれにしようかな。いやダメです、ダメです。え、ダメですか。やっぱお客様にね、はい、はい、自分でチクチクできるように頑張り、ちょっと難しいかな。難しい、難しいな、はい、はい、ということで、この後は、北欧の布をご紹介いたします、はい、はい、じゃ引き続きよろしくお願いいたします、はい。